私はまあ博物館で学芸員の仕事をしているんですけど、今日は博物館の学芸員としてではなくて、人物探訪会という会の会員として、お話したいと思います。本当ならですね、この名前の通り百姓がここに来て自分の、気持ちを語るっていうことにしたかったんですけど、いかんせんこんな時期に百姓が部屋の中で話なんかできるかということで、お前行ってこいということで私が、出されてきました。今日はこの百姓が調べる田んぼの生き物ということで、人虫田んぼの会の活動を、少しお話しさせていただきたいと思います。先ほどのお話のようにですね、学術的な部分はさておき、どちらかというとこんな活動してますよというようなところを中心に、スライドを組んできました。これ今、映っておりますのが、メンバーの一部が調査をしていることです。ちょうど水を入って田植え前の白かき終わった後の田んぼで、右下にですね、ここに木の枠があります。この枠をボンと田んぼの中に出まして、その中の水の中のものをすくいまくって、その中にどんな生き物がどれくらいいるかという調査をしているところですね。で、見ていただくとみんな嬉しそうですよね。嬉しいんですよね。百姓仕事をしているとなかなか辛いですけど、田んぼで百姓仕事じゃない仕事をするのは非常に楽しいみたいで、この後ビールを飲むとかそういうことがあったかもしれないですけど、ありがとうございます。非常に楽しくやっております。で、まず人虫田んぼの会という、会から紹介していきたいと思います。この会はですね、今日は千曲川の流域学会ということですけど、私たちは天竜川の流域稲谷を活動のベースにしております。そこで、大体百姓を中心に十数人の会員でやっている会なんですけど、一番最初のきっかけというのは、まず農家の人たち、百姓の人たちが自分が工作する田んぼにどんな生き物がいるかを知りたいというところから始まりました。これは今盛んにですね、環境保全型農業とかですね、農業することで自然が守られてますよなんてことは非常によく言われてますけど、実際その田んぼを作り、畑を耕している人たちがそこに自分たちの仕事がどんな自然を作り出してですね、どんな生き物を育んでいるかってことは全然知らないわけなんですね。だから知らない自分は情けないので、ぜひまず自分で調べて知りたいというところが一番最初のきっかけでした。それから自分たちは米を作り、野菜を作り、それで生計を立てているわけですけど、それ以外にですね、その仕事がどんな命を育んでいるかということをやっぱ実感したいというところに、大きな軸がありましたという、百姓とですね、それ百姓とつながりがあったその仲間の集まりということで、人虫田んぼの会が出来上がりました。もともとのきっかけはですね、2002年に伊那市で長野県有機農業研究会っていう有機農業をやっている農家の人たちが作っている研究会があるわけですね。そこの会で、農と自然の研究所っていう九州にあります、NPO の研究所があるんですけど、そこの宇根豊さんという方をお呼びしてですね、講演会、百姓仕事が自然を作るという、宇根さんの本の題そのままなんですけど、そういう、シンポジウムを開いたんですね。その時に上に書いてあるような、こういう実際自分のとこを調べてみたいと。で、宇根さんなんかも田んぼの生き物図鑑を作られてるんですけど、どうもそれに載ってない生き物がうちの田んぼにうじゃうじゃいて、さて何が何だかわからないということで、こういう勉強会の会を作りました。で、稲台の、百姓を中心にですね、私みたいな博物館の職員、それから信州大学の先生から、写真館、自然写真を撮る写真館、それから最近ではですね、この活動が進んでいくに従って県の農業改良基金の方とかですね、県の農事試験場の方なんかも参加されて、今、約十数人が、常に活動している感じです。で、最初はですね、先ほど言ったみたいに図鑑で調べても載ってないんじゃないか、じゃあ自分たちで作ろうじゃないかということで、一番最初の目標は自分たちで調べた結果を図鑑にしようということを目標にして調査を始めました。で、活動の基本はですね、自分たちで調べ、自分たちで学び、自分たちで表現していく、他人任せにしなくて自分自身のものとしてそれを、深めていきたいというところに軸を置いています。で、具体的な活動としては、生き物調査ですね。これは自分たちの田んぼにどんな生き物がいるのかを、順番に調査していくこと。から、もう一つは田んぼの生き物の勉強会。なかなか一人ではですね、いざ捕まえてみても名前がわからない、じゃあ勉強会をしてみんなで集まりながら、わからないものを調べながら行きましょう、
それからそれと同時にそれぞれ農業の技術、農家の人たち蓄積してるんですけど、そういうものを交換しながらそういう交流もしていきましょうという勉強会を月1でやっております。それから先ほど言いましたように田んぼの生き物図鑑を作りましょう。で実際これは後でまた紹介しますが、2004年の7月に私の今おります飯田市美術博物館で発行しまして、2006年の2月には東京都図書館から全国発売されております。それから昨年度はですね、大阪の花博の助成金いただきまして、デジタル版のカメムシ図鑑というのを、試作版で作っております。まだまだいい加減なもので、これはまだ、きっちり作っていかなきゃいけないと思います。それから4つ目は、この会として講演会を企画したり、観察会を企画したり、展覧会をやったり、どんどんして自分たちの思いをこう消費者の方、それから一般の人たちにどんどん伝えていきましょうということを活動しています。と同時に、まあ地方新聞とかでですね、エッセイを連載したりも、してきました。で、まあ、どういうような調査をしたかといいますと、まず一番最初はですね、農家の人たちが農作業中に見かけたものをメーリングリストを使って報告するというような活動を始めました。今の、農家の人たちは、まあ若い方、私たち一緒の世代でちょっと上の方がメンバーの中心なんですが、ほとんどみんなパソコンを使われて、メール等で情報をやり取りしています。その中で、オリジナルの自分たちのグループのメーリングリストを作りまして、そこで今日農作業中にこんなものを見たよっていうふうな、報告をすることを繰り返してやることから始めました。その時に生き物の種名だけじゃなくて、どんな作業をしてた時に、その生き物と出会い、その時自分はどんな気持ちだったかってことまで含めて短い文章にして、報告し合おうというようなことました。で、そこで変わった百姓たちが、生まれまして、軽トラには虫取り網とカメラを常に積んでいて、最初は地元ではですね、また変あそこの、新しい木でやつはなんか変なものやっとると、田んぼの中で何してもらうとカメラを構えると、網を振り回すとか、それもでも1年2年やってるとだんだん興味があって何が取れるんだっつってこう見に来て、まあ、そこでこう田舎での話がこう広がっていくというような面もあります。で、先ほど言ったみたいにそれだけではなかなか、先に進んでいきません。そこで月に1回集まってですね、まあ私とか、私一応昆虫が専門なんですけど、私とか、それから、大学のメンバー、それから写真家の、友達なんかも非常に生き物詳しいですから、そういうメンバーが集まって、実際撮ってきた虫、瓶に入れて撮ってきた虫は何だって調べていたり、写真をみんなで見せ合ったりしながらですね、これを繰り返すことで、最初は何もわからなかったメンバーをどん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 生き物に対する知識がついていく。で、私たちも、知らなかったのも調べますので、そこでまた知識がついてくるという相乗効果ですね。どん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 みんな、1年2年続けていくうちに、もうメンバーほとんどがですね、観察会で講師をできるぐらいの実力がついてきました。で、まあ、メーリングリストを使った情報交換ってどういうことかと言いますと、例えば4月10日小川、ハシボソガラスはトラクターの後をついてきて、アデネリキで塗られたばかりのアデニンをひょこひょこ歩いて、時にはスキップもしたりしながら、ミミズをつまんでは食べていた。ただ、ハシボソガラスがミミズを食べていたんじゃなくて、こういうふうに書いていきましょうというふうに、決めました。4月13日、滝沢、快晴、気温も水温、もうどんどん上がる。朝は何も目につかなかったけど、11時ぐらいから生き物が出現。アマガエルがやってきて、コガムシが出てきて、コウイムシ、マツモムシ、イモリ3匹、アメコもやってきました。やってきたのか、そこにいたのか、疑問もこう湧いてくるわけですね。これ普通に百姓してると、あ、いたって終わるのか、見ようと思うと、こういう疑問も常に湧いてくるわけです。で、そこで終わらないのは、こうしてメーリングリストに書くことで、誰かがまたそれに、意見を言ったりすると、どん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 気持ちが盛り上がっていくんですね。から4月30日、川崎。ツバメが30羽以上、水面に浮かんでいる虫を食べているようである。風上に向かいながら捕食している。水田の端まで行くと急回転して、水田の端まで、また風上に向かいながら捕食しているようである。午後水を見に行った時はツバメはいなかった。これまで白柿の時にツバメを飛んでいることも気がつかなかった。数が多いので、なかなか見応えがありましたよ。これは、見ようと思わなかったら生き物が見えないということを表しています。実際そうだと思います。初めて生き物を調べようと思って初めて、生き物が見えてくる。ツバメみたいな大きいものそんな見えないわけないじゃん。本当は見えてないんですよね。白書きしてるとですね。見ようと思うといきなり目に飛び込んでくるわけです。から5月9日後が、荒白書きも、半ば、十数羽のツバメ、橋細からスキジバと、いつも庭でやってくるセグロセキで30羽ほとんど抜くとり、とても賑やかな私の田んぼ。もう、
自分の農業がですね、生き物たちに生活の場を与えているという喜びがこうにじみ出てますね。で、まあ、こういうふうなことを繰り返しながら生き物調査を続けまして、どんどん動定力がアップしています。同時に今のは、地震日記ということでですね、情報として今テキストの状態なんですけど、こう1年にものすごい量でこうして溜まっていくわけですね。これまとめたものです。後で見ていただければと思います。で、蓄積していきます。そしてその結果が、オリジナルな図鑑作りであったり、田んぼの生き物カレンダー、1年のうちでどういう農作業の時にどんな生き物が見られるかというカレンダーを作ったりしております。で、生き物図鑑が、田んぼの生き物図鑑がここに、持ってきております。稲田の田んぼの生き物ということで、一番最初2004年に発行しまして、247種という種類を掲載することができました。もちろん小さいものとかですね、というところは抜け落ちいっぱいありますけど、多くの方がこれを持って田んぼに行って出会ったものは、まあほとんど載ってると思ってもらって結構です。そういう図鑑を、まあ、作り上げることができました。内容はこんな感じですね。ミズカマキリだとか大根打ち、そんなものがいて、で、簡単な解説と、から、まあ、ヒメミズカマキリとの違いは大きさがこんなに違いますよっていうようなことを表したりしています。からもう一つの成果としてですね、先ほどのあのメーリングリストを見ていただくと分かるように、虫目の発見ということを聞いているんですね。結局これまで私たちというのは目がついてたけど生き物なんか見えてなかったよと。頭では環境保全してますよ、生き物たちの暮らしの場所を、作り上げてるはずですよと言っても、実際その虫ってのはいたにもかかわらず自分の目には見えてこなかった。こうして調べることで初めて見えてきたという、その喜びに気がついたわけですね。これ非常に大事なことだと思います。で、まあ、これを繰り返しながらこう今に至っているわけになります。で、この活動のもう一つの大きな軸に、調べたことを表現するということを大事なことにしております。表現することはすごい大事だなと思って、やはりさっきのメーリングリストでも書くことで自分の考えがまとまるし、そしたらまた次のステップに上がっていける、まあ、書かなくてもいいんです。写真撮る人は写真を撮る、絵を描く人は絵を描くでもいいんですけど、そういう一つの表現の方法として私たちは、私が博物館に行くこともあるんですけど、展覧会っていうのを一つ、やってきました。まあ、私の博物館の企画展としてやったりですね、それから、仲間内で図書館のフリースペースを借りて展覧会、それから最近ではですね、東京の池袋の純駆動の壁面を借りてですね、パネル展をやったりしております。それからその、それ以外にですね、稲前新聞でエッセイを、リレーエッセイを連載しまして3年ほど続きました。ここにファイル持ってきてますので、興味ある方は後でまたパラパラと見ていただければと。メンバーの中には非常に文才なる人たちがいまして、もう私が読んでてもうウッと来てしまうというか、もう素敵な気持ちになる、そんな素敵なエッセイがあります。そのうちこれも本にしたいなという目論見もあります。それから、調査の結果を表現する議長にとって観察会、講演会なんていうのを何度も企画してきました。最初の頃は結構観察会もやってまして、驚くことにですね、稲みたいな田舎で田んぼの生き物観察会やりますよって、最初の時160人も集まったわけなんですね。稲に住んでても田んぼに入ったことない子供たち、親、たくさんいるわけです。つまり、自分家が農家でなければ当然ないですし、まあ、学校の授業でですね、5年生かな、田んぼ作りやると、それはあるんですけど、ほとんど経験がない。で、農家であってもですね、田んぼなんていうのは、お父ちゃんが休みの日にトラクター、ポンってバーッ、ポンって田植え機で植えちゃって、自分の出る場所なんか何もない。昔は家族全員で出てですね、子供は何もしない、のに田んぼに入って穴を開けて怒られるとかですね、白書きとか、そういうことがあったのに、今はもう農作業自体もみんな親が機械でやっちゃうわけです。子供の出る幕は全くない。そんな、子供たちが集まってきました。で、まあ、いろんなところで、メンバーの田んぼを使いながらですね、自分たちも勉強すると同時に、例えばメンバーの消費者、多くのメンバーはですね、農協に出すようなスタイルじゃなくて、自分と消費者と直接取引で、農作物を送っているメンバーが多いですが、そういう、自分のお客さんたちに実際の田んぼの食べ物だけじゃなくて、こう生き物とか環境とかもつながってもらうという活動もこういう中でやってきています。それから、まあ、今日は、残念ながら時期が悪かったので私が呼び出されましたけど、多くこういう場面があるとですね、実際この農業しているメンバーたちがやってきて、自分たちで喋ることもこれまでいろんなところでやってきています。で、まあ、最後に
まとめさせていただきますけど、まあ、学賞による水田の生き物調査の意義と問題点ということでまとめてみました。まず意義としては、まあ、まず、自分の担保を自分たちで知ることで地域固有のですね、生物層を把握されていきます。担保なんてどこでも似たようなものだと思うんですけど、やはりよく見ていくとちゃんと違うわけなんですね。ひな谷の例えばカエル一つとってもある担保にはダルマガエルが分布していて、ちょっと離れるともトノサマしかいない、またちょっと離れるともアマガエルしかいない、逆に山の方行くとヤマアカガエルがいるとかですね、非常に狭い範囲の中でいろんな生き物がいて、それが百姓自身が自分の担保を調べることで非常に、明確に見えてくることがあります。それから先ほどお話したみたいに自分の仕事の作業ですねが自然を作り出している、自然を育んでいるということを自覚できるということですね。友人のその、米専業農家の小川さんという方は4丁目の米を作っているんですけど、最近はですね、いつも除草 無農薬でやってますから、除草は常用型の草刈り、草取り機っていうのがあるんですね。発端取りっていう、要するに倒し車が、田植え機の前にこうくっついたようなのでガーッと走るんですけど、これをやると生き物が見えないから今年は手をしてみたって言って、実際入ってみるとですね、その例えば赤トンボの羽化の時期に入ると、赤トンボがこう舞い立つってんですね、自分の周りを。その瞬間自分はすごく幸せな気分になって、ああもう、10キロも取れなくていいや、何秒でいいやっていう気分になったら、すごく農業が楽になったってんですね。それすごい大事なことで、やっぱり10秒取ろうと思って必死でやってると何も見えてこない、でも7秒でいいやと思えた瞬間、生き物が見えて心が豊かになるっていうような話。こんなのは農家の人に普通のところで話すと怒られちゃいますけど、農家の方が言うと非常に説得力。それから、先ほど言いましたように虫目の発見、それから発信、例えば消費者と生産者と生産者というのは常に物とお金で結びつけられているだけのような気がしますけど、生産者自身がですね、自分はこんな環境の中でこんな生き物と共にこの作物を作ってますよと、やっぱりどんどん発信しないと消費者も見えない。今はまあなんとか前とかいろいろ名前はついてますけど、やっぱりその作ってる人自身が自分で語ったりですね、することがすごい大事で、自分たちがその虫目を鍛えることでですね、生産者とのつながりが非常に多様になってるっていう、すごいプラスの意味があるかと思います。それからもう一つ、もっと広い、ちょっと話が飛んでしまうんですけど、今各地の山村、農山村が疲弊してきてます。いろんな問題、山ほど抱えてきてます。その時にですね、そこにどんな人が暮らしているかで、その地域のあり方ってものすごく変わってくるんですね。で、こういう活動っていうのはもちろん面として広がることはほとんど不可能です。ただそのある一つの集落の中に一人でもそういう生き物を見れる目を持った人がいるとですね、その実際その人たちのセンスがどんどんこう加速度的にアップしていって、最終的には地域を担う人づくりという意味も持っているんではないかと、私は思っております。これすごい大事なことで、今後、まだ今はその結果っては見えてませんけど、すごい大事なことになってくるんじゃないかなと思っております。それから問題点としましては、これはもうしょうがないことなんですけど、やはり知ってる人は知ってるし、知らない人はどんだけ覚えてもなかなか知らないということで、調査のデータの精度とか頻度、毎日見に調べて書く人もいれば、やっぱりなかなか興味がそこまで持てないので、やっぱり個人差が大きいと。それから、片手間調査になってしまう。やはり生き物を見るというのは、やはり生産には直接結びつかないわけなんですね。例えばこうすごい今忙しい時期、あそこの草刈りもしなきゃいけない、こっちの、水もちゃんと見なきゃいけない、これの苗もつけな植え付けなきゃいけないって時に、時間を作って生き物を見ていくというのは、それはやはり大変なことになります。まあ、それをどこでうまく折り合いをつけるかというのは、それぞれの、役所の人の、気持ちの問題なんですけど、それはやっぱりなかなか難しいことです。それから、こういう活動をですね、継続していくこと、それから広げていくことが非常に難しいなって感じてます。今この田んぼの生き物図鑑ができるまではですね、この回もものすごい盛り上がったわけなんですね。やっぱりこういう目標があるわけですから、ところができてしまって、一区切りついて自分たちの目もある程度こうレベルができてですね、いろんなものが見えるようになると、ちょっと今こう気持ちが盛り上がらない、しょうがないからビールでも飲むかっつって、こうビールでこう自分の気持ちを鼓舞しながらですねやってるわけですけど、これはなかなかこういう回にかかわらず、どんな活動もそうですけど、続けていくことの難しさというのがあるかと思います。ただですね、この活動のすごいことっていうのは、やってる人間の仕事の中で見えることなんですね。
だから百姓はどんなことがあっても米を作り続けなきゃいけないし、田んぼを作り畑を耕し続けてるわけです。だから一旦その気持ち、活動の気持ちに打ってもですね、これまで培ってきた経験とですね、知識というのは自分の仕事の中から離れていくことは絶対ない。つまり、農産層の環境保全を考えるときに、そこを作り出している人自身がそういう気持ちを持っているということは、表に見えなくても活動は継続しているんじゃないかというふうに捉えることができるかと思います。それから広げていくことの難しさ、これも私たち壁にぶち当たっています。やはり最初はですね、いろんな農家を巻き込んでどん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 大きくして思想を広げていきたいと思ったんですけど、やはりこういう話しても響かない人には響かないです。あんたたちは言うけど俺らはできんわ、時間はないわ、そんな早く調べて何になるんだ、やはり金にならんじゃないかって言われてしまうと、もうそこでバーンと大変引かれちゃうんですね。養老先生のバカの壁と一緒のものがやはりあるわけです。だからそれももういいことにしましょうと、さっき言ったみたいに100人全員が100人同じ考えを持つこと自体の方が実は異様であって、金しかない人もいれば、いろんな人がやっぱり農村の中にいる必要はそれはあって、その中に一人でも核となるそういう視点を持った人さえ育っていけばそれでいいんじゃないかっていうふうに割り切って、最近は活動してます。同時にね、もっと低いレベルに下げてもいいんじゃないかと、若い女の子が肌割りしかないっていうその気持ちだけを伝えるんでもいいんじゃないか、各所はね、気持ち悪いでもいいんですよ、気持ち悪いも大事な表現だと思いますが、それでもそういうもう本当にハードルを高くすると大変ですが、低くしてですね、そういうことに自分たちの活動も喜びを見出していければ、それはなんか知らず知らずのうちに広がっていくんじゃないかというふうに最近は考えております。これ終わりですね。まあそんな感じでずっと活動を続けておりまして、今年でちょうど5年目になります。この回はまだ、次の目標に向かって、歩んでいくことと思います。また、いろんな面でご協力、情報交換しながらやっていければと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。